TR-85 はルーマニア陸軍の配備する主力戦車である。本社はソ連戦車 T-55 の後継としてルーマニアで作られた TR-580 を設計の基礎としている。レオパルト1の試作車両で使用されたものと同様な T ブロックパワーパックはライセンス生産された。 ドイツ製の V 型8気筒830馬力ディーゼルエンジンをベースとしたものである。国産の設計による下機完成装置シュクラープは、欧風観測装置と LRF を備え、完全に再設計の施されたサスペンションと、車体両側面の6つの天輪が本社の重量を支持する。金属製のサイドスカートは、この走行装置を防御している。 戦闘重量は47.2トン。原型車両は1978年から1985年にかけて開発された。車両の量産は1986年から TR-85MTR-85 TR の回収型。砲塔にバスルを追加した TR-85M1 倍ズンル、現代化回収を施した TR-85。 追加装備されたものは、より強力なエンジン、新型の火器完成装置である、シクラップ M1、方向称号装置、サーマルスリーブ、レーザーシステム、熱源探知システムだった。この戦車は、レーザー警報レシーバーを備え、レーザー誘導波の直射を受けずとも、その散乱した反射波を拾い上げることができる。エリア内に、LR 回、LD が検知されると、 搭乗員は警報を受けることができる。また、本社は12機の発煙弾発射機と1機のサーマルトラップを装備する。新規設計された 100mm アップフスズである BM-412SG が配備され、この手法の走行貫鉄能力は、射程 1000m において、路十ミ 450mm に達した。TR-85M1 はまた、 新規の大型砲塔を持ち、追加装甲を備えている。開発計画に関係した企業は、以下の通り。アエロスパシアルマトラ、セイジェム、コールモーガン、アルトス、ラコール、エレクトロマグネティカ、フォー、エルプローフ、ウムレシタ、エローテ、アーシアイエル。TR-85M2 試験中の車両。DMT-85M1 新型の固定式上部車体。 6.5トンクレーン、パーソンズ TWMP 地雷除去式を備えた、走行工作車。社長用に RWS を装備したキューポラがある。2007年から2009年にかけ、5両が生産された。ルーマニアルーマニア陸軍が93両の TR-85M1 を配備された。ありがとうございます。